被害をもう二度と繰り返さない、まあ、再発防止というところを、まあ、ミッションとして、持っているところなんですけれども、そのためにはですね、真相究明、原因究明ですね、それから、まあ、責任追及、これをしっかりやっていくことで、この裁判で原因究明、責任の追及をしっかりやっていきたいと思います。